で引くわけには。対策その1ですけど、スカートはですね、まとめる紐の留める方法を利用するということです。パンドックのですね、スカート部分を留め上げる固定金具のところに、上の方にですね、この留めるやつがあるんですけども、そこのところにね、必ず、留める紐がついています。これをまあ利用して、留めることでスカートのね、風のめくれっていうのをかなり防止できます。このね、上のこの返しがついているところが、ついているところの目安になります。このようにしてですね、つけるってことですね。このですね、短めのペグを打ち込むことでスカートのね、めくれをですね、だいぶ抑えることができます。ただね、一つ注意してほしいのが、これあくまで、留める紐でペグを打つための、輪っかでないので、あまり強いペグを打ち続けてしまうと、この布がね、破れる原因になりますので、なるべく弱いペグを打ち付けた方がいいかと思います。これ、ね、スカートを固定するところは上の方にね、この黒い返しがついているところが目安になります。大体ですね、半分2個ずつ、一辺についています。全部止める必要はないと思いますので、ほどほどね、風の影響を見て止めてもいいんじゃないでしょうか。よくね、テントとか買った時についてくるこのピンペグがあるんですけども、これがね、ちょうどいいかと思います。特に短いやつのピンペグは非常に良くて、先っちょがとんがってるやつが非常に使いやすいと思います。強度はいらないですからね。またですね、これね、プラスチックスのペグも意外とね、良かったりします。やっぱテントの紐とかね、生地を傷めないっていうところが非常にナイスだと思います。